ポーラ・ラドクリフは、イギリスのチェシャー州ノースウィッチ生まれの女子長距離走、マラソン選手、10km ロ,ロードと女子マラソンの元世界記録保持者、ラフボロー大学で近現代語を学んだ、二児の母でもある、全息の持病がある、1973年ノースウィッチ近くのダーベンハムで生まれた、間もなく両親はポーラを小学校入学させるために、 バーントン近郊へ移り住む。喘息や貧血症を患いながらも、7歳の時、アマチュアランナーとして活躍する、父の影響で長距離走を始めた。間もなく、フォロートシャームアスレチッククラブに所属する。家族がキングスレイに、引っ越し、12歳の時オークリーに移り住むと父親が副会長となった、ベッドフォードアスレチッククラブに所属し、マラソン好きの母も、また、 彼女をサポートするために同クラブのマネジメントを手掛けるようになる。シャンブルックアッパースクールコミュニティカレッジ入学クラスメイトにはサッカー選手のダンホールがいた。ラフボロー大学でフランス語、ドイツ語を学び、近代ヨーロッパ史を専攻し、主席で卒業。1996年8月のアトランタオリンピックが五輪初出場だった。女子5000メートルに出走。 五輪メダル獲得はならなかったが五位入賞を果たした。1999年8月の世界陸上セビリア大会の女子1万メートルでは、ゲテワミに続いて2位に入り、世界大会で初めてのメダルを獲得した。2000年4月のシドニーオリンピックの女子1万メートルでは、序盤から積極的に先頭集団のトップに立ち、ハイペースでレースを引っ張った。 レース終盤の残り1周まで先頭にいながらも、ゴール直前のスプリント勝負に屈して4位入賞に、止まり、前回のアトランタ五輪に引き続き惜しくもメダルに、届かなかった。翌2001年8月の世界陸上エドモントン、大会女子1万メートルでは、昨年と全く逆に、スローペースの集団にもまれながら、レースを進め、ゴール直前でスパートをかけたが、 またもスプリント勝負に敗れて結果4位に終わる。2001年、2002年の世界クロスカントリー選手権を2連覇。2002年には A 連邦競技大会5000メートルで世界記録にあと3秒と迫る14分31秒42で優勝。同年のヨーロッパ選手権の1万メートルでも優勝した。翌年の世界陸上選手権パリ大会は 故障により危険したため、この優勝がトラック競技における頂点となった。2002年7月にはナイトの称号を受け、同年 BBC が選出する年間最優秀スポーツ選手に選ばれた。2003年12月に欧州クロスカントリー選手権で2度目の優勝。これはこの大会の10年間の歴史で初となった。長女のイズラと、ありがとうございます。